さあ本日はこの阪神タイガースのヒストリーボックス開封していこうと思います。で、前回のマリンズヒストリーは結構面白かったんで、思わず今回は、ちょっと2ボックス買ってみました。ということでじゃあ早速開封していこう。チェックリスト見た限り、前回のマリンズヒストリーよりも、だいぶその古い OB 選手が多くて、やっぱ世代ではない分、若干俺の肩身が狭いです。ちょっと肩身狭いです。で、しかもプラスして、俺の世代でね、知っている、この E ・マオカさんとか、あと、 みんな大好き、このつぼいともちか。つぼいさんとか。で、あと俺、個人的に好きな、この藤本厚。ここら辺の選手のサインカードは収録されてません。なので結構ね、古い選手のサインカードが出やすいのかなという感じするので、そこら辺のところを覚悟して、じゃあ開封していこうか。えっと、1パック5枚入りで15パックだから、全部で75枚か。だから多分あっという間に開封終わると思います。なので割とちょっとじっくりカード眺めつつ開封していこうと思います。 じゃ、早速右の山5パック開封していきますと。わかんない選手が出たら、ちょっと裏読みます。山本和幸。この人なんかあるらしいね。メジャーへ挑戦する予定だったんだけど、まあ、契約の関係上それが破談になったみたいな。球団史上唯一の100勝100セーブ。これはヒストリー。これはヒストリー乗るわ。に勝か。マリンズヒストリーから 2, 回2大会連続出場だ。藤田平。この人はあれは2000本まで達成した人だね。鳥谷か藤田平かっていう感じの。 首位打者も取ってる81年あ原口収録されてるんだなるほど原口収録されてました池内宇宙とかクローザーで活躍したみたいなそういう感じの選手だったかな確かトレードで南海からエモヤンと一緒に移籍さあ続いて2パック目ですと中田義弘さんあわかんないな81年に入団ドライチだ7月21日から85年まで 18連勝記録。え、4、5年ぐらいじゃ負けなしってこと負けなしの男です。すごいな。谷村わかんないな七71年のドライちゃんだ。得意な投球フォームで注目。ちょっと見てみたいな投球フォーム。多分 YouTube に上がってそうだな。多分。出たヒストリーカード。星野監督のもと、18年ぶりに優勝。これさバファローズのヒストリーとか出たら、 中島監督のもと25年ぶりに優勝とかそういうカード出てきても全然おかしくないねいやマジでバファローズ優勝するとは思わなかったな本当に今年俺バファローズファンなんだけど多分バファローズファンが一番驚いてると思うわ多分4位か5位かなみたいな最悪最下位争いもあり得るぞぐらいだったのになすごいなやってくれたの中島監督ダンプダンプ辻康彦あまたヒストリーカード藤本監督のもと2度優勝 1958年から69年の出来事。じゃ、続いて3パック目です。亀山。あ、この人は知ってるわ。ガッツ溢れるプレイ。ヘッドスライディングの人でしょで、永遠のロマン。藤波からの、おピカピカ来た。ピカピカランディーバース。虹色に光ってる。これ動画上でわかるかなこのレインボー。レインボーランディーバース。からの中西。この人あれかななんか、便利屋的なピッチャーだったかな確か。 何でもできますみたいな。クローザーもできるし、先発もできるし、中継ぎもできるしみたいな、そういう感じの選手かな。あ、小山。この人あれだよマリーンズヒストリーから2大会連続出場。すごいね。タイガースで入団して、で、マリーンズの方にも行っても、またヒストリー残ると。歴史をたどるとき、小山正明ありっていう感じなのかな、多分。じゃあ、続いて4パック目ですね。開封しますと。あ、イニシャル Z 来た。イニシャル Z。佐藤輝明。ランディーバースター。 やっぱ世代ではないんだけど、やっぱこの三種の神器を集めておきたいなっていうところはあるわ。バース、掛布、岡田っていうのは。ヒストリーカード。新時代のタイガース。今だね。ナウ。からの兄聞きました。パワーフォースでさ、川口正文に勝ってるからね。この筋肉、鋼の筋肉。北村、この人なんか守備のスペシャリストっていう、そういう感じだったかな。ゴールデングラブを受賞。じゃあ続いて右の山、最後です。5パック目です。上田二、次郎川藤さん。あ、名前だけ知ってるわ。 でも、どういうタイプの選手だったか全然知らない。光ってます。光の選手。藤川球児。で、この人あれだね牛赤丸って言われてる人はね。秋田へ坪井友ちかレギュラーカードでしか登場しない坪井さん。じゃあ、続いて真ん中5泊開封していきますと。じゃあ、まず1泊目。広田澄夫。あー、ちょっとわかんないな。データ見るか。最多アンダー。ベストナイン。ゴールデングラブ。もう最強だわ。これはヒストリー。これはヒストリーだわ。 ああ、糸原前半めっちゃ調子良かったよね。ある程度やっぱ収束していくんだね、数字っていうのはね。面白いもんで、本当に。381盗塁、赤星。赤星のね、サイン入ってたら多分ね、このボックス人気だったと思うんだよな。和田さん、顔が全く変わらない。監督時代も現役時代も全く顔変わらない。で、藤田平。真ん中2パック目です。野田浩二。あ、これはもう有名だね。なんかオリックスのイメージ強いわ。まあ今解説やってるのもそうだけど。そして、不惑の年を迎える伊藤一さん。 来年41とかだっけで、若かりし、エモやん。ちょっと田中国へ入ってるんだよなカージェって、あれだっけノーヒットノーランとかってなんかやってなかったあ、書いてるね。ノーヒットノーラン達成って書いてるわ。暗黒時代のエースですね、多分。からのヤマトです。タイガース時代のヤマト。じゃあ続いて真ん中3パック目です。お、いいね。ドヤ顔、キメ顔、矢野昭弘。そして監督へっていう感じで。 で、田村つとむ、西くん来ましたね。まあ、まだ言うてね。ま、いろいろありましたけど、まだ言うてエース。まだ言うてエースって言わせといて。とりあえずいろいろあったけど。伊藤、伊藤文太かちょっとわからんっすね。ちょっと見てみようか。5年目の82年、10勝マークしてるんだ。なるほど。阪神投手陣ナンバーワンの休息を誇った、長身の本格派右腕。あれかな藤波みたいな感じだったのかなちょっとわからないけど。めちゃくちゃ誤解を恐れずに言うけど。 あ、カラノ鳥谷さん。さあ、じゃあ続いて4パック目です。うわ、これ懐かしい。安藤優也懐かしい。先発やった後、そう、中継ぎに転向するんだよね。4年連続50試合以上登板。もう体強くないとやってられないわ。中継ぎなんて。すごいな。よく体壊さないな。今頑張ってます。今体張ってます。岩沢が頑張ってます。年俸を上げて上げて。からの来た。 タイガースの2枚看板だからね。秋山青柳。は若い真由美監督、監督って言っちゃったけど今。じゃ、最後真ん中5バック目開封します。あ、くじは知ってる。パープロ知識。守備力高かった。守備 B ぐらいだったわ。新人を取ってるんだ守備の名手って書いてる。あ,あ、新人を取ってるの知らなかった。それは知らない。新たな知識得ました。からのヒストリーカード。あ レインボー矢野明宏来た。喜怒哀楽の今シーズン。ほんと感情表現豊かな監督だよね。一喜一憂しないとは言ってたけど。で、いい真岡さん、サイン書いて欲しかったなぁ。このボックス。もしかしたらあれかなマリーンズのコーチ今やってるから、そういったなんかもろもろの大人の事情で書けないとかっていうのあんのかなひら、ひらもでも書いてないんだよね。ガッツあふれるプレイ。すごいよね。ボール、 取るためだったらさ、もうフェンスに顔面ぶつけても、そんなの関係ねえ、みたいな。じゃあ最後、左の山5パックです。多分このどっかにサインカードが眠ってるのかなっていう感じだね。来た中日のコーチ。中日のコーチです。来た歴史の液晶に福留さん。福留さんもね、サイン書いてないんですよ、このボックス。悲しいんだよ。来た三種の神器来たあとは岡田だけだ、ドンデンだけだ、あとは。岡田監督のサインカード欲しいんだよな。じゃあ次、左の山。2パック目です。 近本はもうセリーグナンバーワンのリードオフマンって言っていいんじゃないかな。近本か、桑原かっていう感じかな。来た、俺の好きな藤本。F17。サイン書いて欲しかったな、本当に。でもさ、沖原とかシュータとか高波とか収録されてないからね。このボックス。まさかの。来た、シュワレス、守護神。守護神、シュワレス。からの来た、大ダ,ダゴット。ラスト3です。ラスト3。あ、この人、佐野選手、選手って言っちゃったけど。 ポイントはあれだよ。ガイアフェンスに安全マットをその設置するきっかけとなった選手らしいです。だからもう言ってしまえば、阪神の歴史を辿るっていうよりかは、もう野球の歴史をたどる上では、重要な選手ですね、その選手。で、一刀、あっ人気揃いました。参照人気揃った。そりゃ偉いことになるよ、これ。来た、暗黒期のエースよ、ヤブ。あ、そして、黄金期の。黄金時代のエース来た、伊川。 伊川もね、オリックス来てくれたんだよね。なんか、ドンデンの話によると、もう、なんか、血吐きながら、ボロボロになりながらも、とにかくマウンドに立ったっていう、すごいよね。かっこいいよね。そういう話聞くと。じゃあ、ラスト2パック。えっ、ー、と、糸っち。もう、この辺も出てきてるもんね。全部出たのかな。あサインカード来たいや、待って、サインカードじゃないサインカードに見せかけといて、白サインカードだ、これ。え、ちょっと待って、これが、ボックスヒット とってこ,とこれ、もしかして。これ、初めて見たんだけど、こんなの。一瞬、この背景がサインカードっぽいんだけど、書かれているのは白サインっていう。BBM、これやってくれるね。いいね。ま、まじかこれ、これそういうことなのか。え、まじで言ってんのちょっと待って、ラスト1、ラスト1。ちょっと待って。あ、ユーフネ。プリンス浜中遠藤。 なるほど。これがボックスヒットなんだ。ええー、すごい。やってくれるやないか。はい。ということで、まあ、2ボックス目開けていこうと思うんだけど、あれなんだね。じゃあ、サインカード出てこないボックスっていうのもあるんだ。ヒストリーで。なんか、マリーンズの時よりもなんか、仕打ちが厳しいんだけど。マジで、ちょっと震えてます。正直、震えてます。はい。ということで、まあ、こんな感じで、右の山の5パックをまず束にして開封していきます。大人向きです。大人ウォッチングしていきます。で、まだ出てない選手。 それはちょっと確認していきたいな。ピックアップしていきたい。久保田あたり出てないね、JFK。ちなみにこのボックス JFK 揃わないです。J がいません。悲しいごとに。来たレジェンドなんだ、もう。藤波はもうレジェンドにエントリーされてます。からの、あ、ちょっとね、これ八百長とかでちょっと噂になったね。ちょっといろいろありました。でえっ、ー、と、あ、これもキラーカードだね。あ、例の山本和之。 700ゲームピッチ。すごいね。700も登板してんの。凄す,すぎるんだけど。そしてその上を超える藤川球児。ってことは藤川球児のこのカードもあるのかもね。レコードカード。で、からの荒井さん来た。すさまじい下半身の筋肉。<laughs> 競輪選手並みじゃん。あ、若かりし頃のどんでん岡田さん。じゃあ続いて真ん中のタバね、ウォッチしていこう。もう光ってんだよね、何かね。何か光ってるわ。 あ、ヒ山って1ボックス目出たっけ俺の中でもミスタータイガーさだな。あこの安藤元夫さんって人ね、あの監督やコーチで活躍された方らしくて、でも正直俺存じ上げますねでした。知らなかったんです。ただ、今阪神の現役で活躍している、あの大山選手も、この方のこと知らなくて、あの無視しちゃったっていう、その OB としてグラウンドにやってきたんだけど、あの挨拶しなかったっていうね。 まあ大山選手が知らないなら俺も知らない。うん。それはもう許してほしい。これに関しては。かっこいい。あ、このカードかっこいいね。これ盗塁終わった後では、ね、多分ね、盗塁を盗み癖がすごいですね。あ、久保田久保田来た。で、ここら辺はもう出たかな。全部出て、全部出てる感じかな。さあ、ピカピカ山本和幸、700頭板2回目、祝します。おめでとうございます。 2回目の祝辞ということであまた来たまたキラー来たゲームズプレイドだから試合数だよね2010試合に参加してすごいその上を行く鳥谷2160出場ってことはこれの鳥谷スワンバージョンもあるね間違いなくちょっとそれ欲しかったなあこれ何もなくあのおみさんね何もなくして終わるかあ真ん中何もなかった じゃ、続いて左の山、開封していきます。これでまたさ、白サインエンドとかだったら、俺完全にダークサイドに落ちるわ。間違いなく。ジェダイの戦士全員討伐してる可能性ある。あ、岩田出てなかったね。引退した岩田。結構好きな選手だったな。福原も出たっけあ、田淵来た。永遠のアイドル。9階の永遠のアイドル。あ、来たー救ってくれた救世主、荒井さん。俺の救世主。 ダークサイドに落ちかけてた俺を救ってくれた。でしかも、ちょっと申し訳ないけど、あんまり知らない OB の方が多いボックスの中で、知っている、しかも好きな選手が来てくれたのは、ちょっと個人的にはかなり嬉しいですね、荒井さん。でも、キラーカードだけだな、とは。もう何も。あ、あった。あ、掛布来た参照神技完全に揃ったんじゃないこれ。レジェンド・オブ・タイガースの、えっ、ー、と、掛布とバースと岡田が全部揃ったね。 なんか全然世代じゃないんだけどさ、三つやっぱこういう風に揃えるとやっぱ楽しいよね。バース、バーカケけ、カっていう感じの。はい、ということでまあ結果としてはこういう風になったんですけれども、ファントムも存在してるんだね。金ピカのあのゴージャスなやつ。そっちでもさ、掛けふ、バース、オカで揃えられるんだ、三章神技。ちょっと揃えたい衝動なんとなくあるな。全然世代でも何でもないのに。あ、で、伊川のファントムとかもかっこよさそう。あ、鳥谷ファントムとかもかっこよそうだね。 それ言ったらももう全部かっこいいわ金元もでこれが例のあれかクロスフォイルサイン結構種類あるんだなこのレアリティのカードってどういう立ち位置なんだろうななんかピンとこないんだけどクロスフォイル